おはようございます。今朝5時半ですね。サンライズからサンライズって多分みんな言いたいと思うんだけど、みんな言うと思うし撮ってると思うんですけど、サンライズからサンライズ撮ってます。場所はさっき姫路に停車して出たところなんで、姫路から岡山の間ですね。今3時間ぐらい寝れました。まあ寝れた方だと思います。そもそも夜行列車そんなに寝れないもんですからね。朝天気は良さそうですね。なんか空がこんなに綺麗なんで、あとで岡山駅でまた切り離しシーンなんか撮りたいんで、岡山でまた撮影します。時刻何時でしょうね。5時37分。5時37分か。まあ、合ってますね、時計。今、辰野通り過ぎて、相生の手前です。この辺、ああいうコブみたいな山々がありますね。四国もあんな感じの山が多かった気がするんだけど。あれ、すごい霧が出てるな。急に霧が出て真っ白になってる。朝5時50分なので、岡山、あと30分ぐらいで岡山なのかなと思います。すごい霧ですね。ほとんどなんかちょっと見えないぐらいの、ちょっと遠くが見えないぐらいの霧が出てます。サンライズセットも今度乗りたいですね。ちょうど四国デスティネーションキャンペーンが始まったので、サンライズセットでね、どっか行きたいですね。信号変わり次第すぐに発車しますので、車内の方にお戻りください。サンライズ出雲号出雲市行きを引き続きご利用のお客様、信号変わり次第すぐに発車をいたしますので、車内の方にお戻りください。
岡山を出てもうすっかり夜が明けましたね。外が天気で田んぼの緑がすごく綺麗です、ね、すごくこのエリアの風景って感じがしますね。この緑の田んぼ、八幡村のイメージなんですよね、ここは。今もうすぐ倉敷に着くんですけど、朝ごはんの時間ですね。昨日ね残しちゃったの、ちょっと唐揚げ残しちゃったのと、あと東京駅で買ったこういうパンを買ってきたんで食べます。あとワインも残ってるから飲んじゃおうかな。オーストラリアワインですよね。あ、着きましたよ倉敷。お、貨物列車、倉敷でコンテナが。貨物列車は本当どこでも走ってますよね。日本の物流を支えてるんだね。はい、本当です。あ、この駅ほら、ナマコ作りってんだっけ、蔵の壁、なんとか壁の仕様になってる、様式になってる。あ、水島臨海鉄道ってこんなところあるんだ。水島臨海鉄道乗ったことないですけど。そっか、倉敷にあるんですね。名前だけは知ってましたね。すごいいい風景なんだけど、ここは何なんだろう。川が流れてる。何川なんでしょうね。橋がかかって川が流れてて、上はこれ新幹線なのかな。伏線でトンネルがあるから新幹線っぽく見えるけど、伏線って昔からこんな電化された幹線だったっけってよく思うんですけど、昔の出雲って京都から多分山陰本線に入って走ってましたよね。だからその頃は伯備線ってそんな高速路線じゃなかった、ただのローカル線だったと思うんですけど、ある時点でおそらく電化されてスーパーヤクモとか走るようになって、それでサンライズもだから山陰本線を通るよりはっていうか、まだそっか、電化されてないから山陰本線は通れないんだ。伯備線は電化されてるから出雲市まで行けるっていう風になってるんですね。すごいこの辺いい景色なんですけど、水墨画みたいな景色です。川があってね、綺麗だな。ずっと川沿いを走ってるんだね。エビっていう駅を通り過ぎたところです。あと1時間
15分ぐらいですね、終点まで。そろそろでも米子にもそろそろ米子に着くんじゃないかと思いますけど、すごくいい天気で、晴れ渡っていますね。サンライズですけど、結構車両は1998年とかなので25年ぐらい経ってるんですよね。で、この車両の劣化も結構著しくあって、この扉の色が変わってるところわかるかと思うんですけど、これ日焼けによるものなんですよね。多分留置してる時にこのドア開けっぱなしにするから、そのドアが隠れてるところだけ日焼けっていうか、劣化してなくて、日が当たってるところは全部こう白っぽく劣化しちゃってるようで、こういうのも内装の張り替えとかすればちゃんと綺麗になるはずなんだけど、なかなかそういうところにお金かけらんないのかな。米子駅に着いたみたいですね。あ、除雪車がある。そうだ、山陰地方って豪雪エリアなんだよね。だから除雪車を使うんだ。でもあんな野ざらしに置いといていいのかな。ちゃんと屋根付きの倉庫に入れたりしないんですかね。あ、115系がいるよ。115系、黄色の115系が現役なんだね。あれ、真珠は観光案内してくれないんだ。皆様に真珠港のご案内をいたします。まもなくいたしますと、進行方向右側に見えてまいります湖は真珠港です。周りがおよそ 45km、 全国で7番目の大きさの海水の入り混じった汽水港です。たくさんの魚介類が生息しており、特にシジミは全国に知れ渡る特産品です。米子市と境港市のご案内でした。今ちょっとだけ録音できたんですけど、このエリアね、車掌さんが地元の観光案内をしてくれるんですよ、車内放送でね。で、さっき大仙岳が右側に見えますとか、境港市の水木しげるのなんとかがありますとかっていう観光案内をしてくれました。いいですね。なかなか旅行気分を高めてくれる感じがして。さあ、あと10分で終点の出雲市になります。本当終点ですよ。こちらで出雲大社があります。旧暦1月は全国では簡単式です。出雲地方では神有月と呼びます。それは全国から八百万の神様がここ出雲に集まるからとされています。さあ、出雲大社を含む出雲の地は今つわる通り、東出雲天地出雲の指摘を伊佐に移住されています。出雲市のご案内でした。次は終点出雲市へ止まります。車掌さんの観光案内でした。買い物はないので、出雲市です。サンライズに乗ってはるばるやってきましたよ。身体券は改札機に通りませんので気をつけください。乗車券だけでいいんだ。身体券を記念に取っておきたかったんだけど、乗車券だけでいいですって。
ました。自動改札通れるみたいだから、はい、出雲市の駅初めて来ましたね。ちょっとこれからずっと列車乗りっぱなしなんで、この出雲の国、出雲そば食べたいな。とりあえずお食事喫茶店もある。美味しそう。この中だったらオムライスとか食べたいな。あ、イカ丼？イカ丼でいいんじゃない？あ、焼きそば、焼きそばもいいね。結構どうしよう、迷っちゃう。ハーフモーニング500円ってすごい安いですね。焼きそば定食は800円でした。ご飯と味噌汁付き。